恋人に好きかどうかわからないと言われました。これは別れた方がいいのでしょうか。好きかどうかわからない。これっていうのは、あなたを、試してるわけなんですね。好きかどうかわからない。これはね、これによってあなたがどういう反応するかによって変わってくるんですよ。そこで、それを受け入れるのか。じゃあ別れようかとなるのか。それとも、もっと燃え上がるのか。ってことです。要するにね、あなたに対して、倦怠感、つまり飽きてるってことなんですね。だから要するにもう人、波乱を起こしたい。恋愛には波乱がつきものなんで、付き合っていくとだんだんこう、波がなくなってくるもんなんで。だからそこであなたはその彼女のことを大切に思うのであれば、もう一回、強く抱きしめるみたいなね。なんかそういう、ちょっとね、ドラマじゃないですけど、まあそういうね、熱い展開をやっていくっていうことが必要になってくるんじゃないですかね。つまりね、そこであなたは、彼女に対してもう一度本気になって、付き合ってた頃のように、アプローチする。うまくいけば、そこで結婚を申し込むのもいいし、まあ、そういうことを求められているんでしょうね。それをするかしないかはあなたが決めることなんで。